この番組は地域貢献のために4人で協力し、ある目標を目指す番組。ある目標に到達できれば、番組から視聴者の皆さんに超豪華プレゼント。じゃあ乗りましょう。乗りましょう。いいですよ、いいですよ。じゃあ今日4人の乗り打ちです。よかった。はい。で、よかった。いや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 。ジョー選ぶ。もういい。もういい。教えばうと俺ら。俺だったら銭形がいいの。すげえな。知らない台打ちながら伊藤さんの知らない台の話聞く。そうそうそうなっちゃう。これは一人機嫌悪くなる人が出てくる予感が。いやまあね、してるぞ、俺、まあまあ、これは機嫌悪くなるっていうか、うん、俺教えだけ教えて、うん、もう移動しようかなっていう。あれ何これ、うわー中断中でいいじゃん。え、いやーダメかお、出た、ファッションダメか出ましたね、今久々に。違うダメか違うんすよ、また化けかのあの伝説の。スイカからので下だと 20%、 上だと 30%。 下が 20%、 うん、奥ちゃんさっき2回入ってるやつですよね。2回入ってます。それ何、スイカからいったんですか。スイカも2回とも、もう明らかに6っすね。いや明らかではないですけど、僕も2回入ってるんで、だって4回中2回引いてますね、で6の特徴で、はい、はまんないらしいんですよ、ボーナス感であんまり。ゲーム数で書いてなんかそんなに出てきたりして、本当にハマんないって来ましたよ。沖さんとか木村さんってわさびさんとはほぼなんかこう一緒になることなかったじゃないですか。ないです。なんかどういう印象だったんですか。もう我が道を行く人なんで、そんな仲人みたいな。 あこれ入った、またスイカで。完全に我が道。すげえ。スイカで、わわわわわ、マジだそれ。これいよいよじゃないのこれ、ちょっとマジで、マジこれありますよ。そういうつもりで打った方が楽しいですね。全然俺楽しくねえけど、そんな言われて。俺楽しいな。いよいよあると思う。子役引けないっすよこれ。あ、これ引いたかな。あ、ベルかな。ベル引いた。頼むよ。あれなんかカタカタ言ってて、あ、ベルじゃん。あ、ベルだ、ラッキー。あー、当たった。カタカタは当たりです。はいはいはい、カタカタ言ってました。これはボーナス。ほう。投資が23。23。と。これもう寒い。やっぱ基本紫なんですね。紫。これは強い。ダメ。おお。おっ、ラッキー。あ、俺も引いた。うわ、来てる来てる来てる、これゴジエバチーム来てるよ。マジ。俺も負けたくねえ、頑張るぞ。さあ6ゲーム。おーおーおー、行きました行きました。いやさすがです。これで全員 AT はやったと。そうっす ねいや、はい、こんな行かないですよ。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんですか。行かない行かない行かない。あ、そうなんだ。いや、
怪しい怪しいマジで怪しい、あ、そこも大丈夫、含まれてるからいや、いいよ、そんななんかほら、1000枚出てるじゃん、ニコと同じ、ほらあるって、そう、試しに左に移動してみたぞ、え、なんでそうやって遠ざけようとするのプレイうわ、ここで、おぉ、うわ、すごい、これもう一個もらえるんだよ、ああ、そうか、すげえでけえじゃないですか、これ俺のリーチ目くりでけえおぉ、あ、びっくりした、ジータと思った、いった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 、おぉ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 、ジャック、おぉで、さ、今、あの、GC 食薬引いたんで、もう一回、はい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 、おお、150スタート、いった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 、マジ、どういうこと、マジかよ、200スタート、やばー、よしよしよし、始まったんじゃないのこれ、純増5枚で200だから1000枚ちょいは出るか、いいな、楽しそうで、あ、俺も行きました、入った、マジ、え、これベルでこんなに簡単に入るんですか、確かね、12.5 番とかそうなんだったんで、でも全員ベルですもんね、行ってんの多分、おい、またうるさいわ、うるさいな、ゼニガタもさっきうるさかったよやった2回目ちょっとしか減らなかった、2回目です、なんか引いてみよう、何でもいいから引いてみよう、僕も100って絶対、うん、ベルじゃダメだね、やっぱ結構あの1ゲームは大事ですね、じゃあすごい大事、50か100かじゃえらい違いだな、あの G が揃うのって90分の1っぽいですよね、そうです、うん、それが高額値は10分の1になる、うん、赤文字だったけど熱くないのかな、殲滅作戦、あ、なんかレバー軽くフリーズ入ってるよ、熱いじゃん、 3.5 あるよ、第5使徒追加からっすか、追加からなんかよくわかんないけどとりあえず勝ってみたい、いやー、なんかチャンスアップ的なの出てねえな、頼む頑張ってみて、ダメだったのかな、ダメだった、お、またジーフ、えい、ベルも弱い、飲まれ、追加投資、あ、増殖だ、これは熱い、うーん、何引けんすか、レア役っすか、でも厳しいっすよね、女5ゲーム、あ、10ゲームか、でもレ、あるんじゃないですか、まあ、10ゲームだったら、これでベルは4つ、ぷよぷよみたいだな、ずっとベルなんだけど、ここはくっついてくんないんだ、ずっとベルだな、あ、でもまあこれはに対してはいいのか、ずっとベルだな、ずっとベルです、え、全部ベルだぞこれ10ゲーム、お、
あ、これ、これとこれが一緒になってる。これがやべえんですよ。この複合がやべえんです。あ、そう、はい、でも3ゲームしかないですよ。ここでようやく10分の1引けてくれてもいいんじゃないの。画面でもベルがもう 10連ぐらいしてんだよ。いやー、むずいなー。まだ一応ハテナなんですね。いやー、引けねえ。10分の1。あ、おっ、これはある、あるホース。 あった。おお、ギリギリ間に合った。で、どうすんだ。で、どうすんだよ。で、どうすんだよ。わかんねえけど、なんか引け。いや、ベルじゃねえだろ。あ、でも一応プッシュ出たな。30、でかい。始まってますよ、こちら。始まってんじゃん。お茶みたい。あ、なんか弱そう。あ、うわ、ダメか。あ、終わった。ここまでか。まあ、30ぐらいもらっただけでもいいか。よし。あ、金。お、おー、何これ。何が来た。いや、これが10がゼロが増えんねん。うわ、すげー。よし、やるな。G 細胞活性化 20G。 お、始まってんじゃん。何が出ない方が。あなたは人生 G 活性化なんですよ。これが分かんなくて。お、あれ、赤い赤い。お、おお、大変なことになってるこれ。おい、めっちゃ子役引くし。チャンスだよ。ねえねえ、おい、いや、なんやこれ。いや、これを一日にやると大変だよ。あー、そういうことっすね。これはもうボーナスが出てきそうだなっていうぐらいの感じ。で、さらにその増殖も絡んだりすると、はい、もう、どえらいことに。あー、そうやって。すげーな、おい。あ、またか。スイカ取り。あ、ごめんね。俺今ゼニがダッシュ中だから。うわすげえ。ああ、うわ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 、すげえことになってんなこれ。あ、レインボー、レインボー、チャンス3つでレインボー。ボーナス3つぐらい溜まってんじゃないですか。うわ、風、完全勝利。え、なんかすげえ楽しそう。あれ、ボーナスか。まだ7ゲームある、あるね。でもこれ、こんだけ重ねたら赤7かもしれない。ああ、そっか、そっか、そういうことか。来て、よいしょ。こんだけ来たのに。おー、ゼリー。おー、すげー引くな。あー、ゴジラ、これはどういうことなの。あ、うわ、なんかもうすごいことになってる。お、1ゲーム目
やった。あ、じゃあこれ消化してご飯行きます。3人 AT って。なるほどなるほどなるほど、ね、なるほど。あ、僕はもう終わっちゃいますけど。はい。楽しそうだな。ちょっとタバコでも吸おうかな。あ、そうなの。どうぞ。これを50かどうかを決めるって。え、なんだ、なんだ。これ全然見てなかった。このまんまで行きますか。今全然見てなかった。じゃあ行きましょうか。ねまあまあ、ね、気持ちはいいですよね。みんなじゃあ入ってるね。入ってる。これ4ゲームだけやっちゃえば。4ゲームだけやりますか。ゼニガタイムだから俺今。今どういう状況でしたっけ。僕は投資9500円で、ね、その500円1でも500円守るんですか変ですかなんか知んないけどあでも投資9500円のままなんですよ、うん、で今ラッシュこれから始まりますという、はい、僕は投資2万3000円で700倍持ってます。ただ AT が200倍以上あるんで、はい、あ素晴らしい、はい、なりそうです。僕投資1万6000円で900枚あります。ほうで21ゲームと分かんないけど作戦成功してます、はい、ここから上乗せと、はい、てことはほぼプラスですね。こっちはプラスです。今のところで、今のところですけど、はいはい、5000枚ですからね、目標は目指せ5000、はい、おっと、いきなりレア役、はい、ほいなんか、えらいことになってます。えらいですね、うん、その、履歴がほとんどチャンスって書いてあるね。赤菜々来てほしいな。おお来た、本当に来た。これボーナスでもラッシュすげえ出てくんじゃない。あ、ボーナスの後のボーナス、ね、だからあのラッシュに行く前にボーナス消化してなかったんですよ。そうなんだ、うん、あでそこで乗せるんだ、はいはい、やばい、これやばいじゃないですか。なるほど。で作戦成功してどうなるんですか。いや分かんないです。行きましょう、はい、ドン。おーおーおお、あの俺が10が100になってます。ああ、そうか、うるさいな。追撃しろで100にしたいやつですね、はいはい、あ、ね、あ結構あっさりしてですね。トータル10か。なんだ、何これ、あれ終わっちゃった。あ、マジ、あ、そうなんだ。しょうがないな。これなんかステージ変わりましたかね。レックレック、お、来たじゃん。あ、いいな。ラッキー。よし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 、それやってみたいよ。よし、瞬間的にプラスは絶対いくな。おお、隣も銭形出てんじゃん。結構マジで出てんじゃん、周りがね、うん、うん、伊藤新さんも出てんじゃん。だって230枚もあんじゃん。減ってる、じゃじゃってんじゃん。視力悪いっすか。マイナスですよ、グラフ。じゃじゃ漏れだべよ、こんなの。台変わってくれよ、だったら絶対嫌だおーおー、赤赤、チャンスからのプラス10。さあ、合格。でも自ら銭形行きましたそう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 、それだけは忘れない。そう、僕がやるって言ったのに、落ち葉ならじゃあ僕は銭形でお弟子でいいから。隣がビッグゲーム行ってる楽しそうだ、なんだろういいね、仕事してますね。あれやりたいんだよね。おお、レインボー、なんか知んないけど風がすごい。ゆきさん何やってんのこれ、全然わかんないんだけど。ああ、何やってるか全然わかんない確かに。あと9ゲームで高確率で5ゲーム来ました。なんだよこれ、地獄だよ。まあ、気がすげえ出てんの。ああ、ダメだ。終わっちゃうな、一足お先に。さっきとほぼ同じ枚数だな。おお、チャンス目だ。プラス10。終わった。終わった、はい。
あ、これはゼニガダッシュあるの。689枚で1092枚。おお、急行だ。しかもおお、ゼニガダッシュ急行だって、いいね。いや別に、そうなんですよ。 AT 入ってる方々から見たら鼻くそみたいなもんでしょうけど。高確率。おお、紫だけど画面全然そこに行ってもしょうがないんだよね。あっ、おお、うわ、こんなのあるんですね。はい、すごっ。何が何が分かるんだろう。わけ分かんなくなるし、ね。あ、うん、あー、すごい。あー、有効な時間も。あー、なるほどね。終わっちゃうよ。2000枚出るじゃないですか、木村さん。ね、ラスト。お、お、ここで、お、スイカ引いてる。ギドラ来ない。また偶数。あ、936枚。すげえ出てる。あ、終わりました。ここでチャンスゾーン引きたい。なんか意外とみんな伸びきらないんですね。まあまあまあ、だって伸びたらめっちゃすごいことになりそうじゃないですか。ただキムさん十分ですけどね。これ、まあまあ、それで木村さんまだ86ゲーム残ってる。リプレイじゃ、これリプロクだぞ。リプロク。おお、リプロク。すげえ。もう一回。おお、伸びない。ああ。すごい。もう2000枚だこれ。2000は楽勝っすね。スイカ8の3だ。あ、また、あ、じゃ戻し台、戻し台、戻し。あ、戻しじゃん。戻したら AT 行っとこう。 AT もう1だよ。引いたらだ。むっちゃ大事だよ。そうなんだ。え、またスイカで行ってますよね。そうね。8の3か9の3なのよ。あ、むちゃくちゃ大事。おい、まず一役、まず一役欲しい。お、いやー、きつい。おお、30%なら確定。いやー、スイカでも 30% らしいです。 30% は外しました。さあ次。あ、それいそう。来ました。やりました。あざす。やるな。やりました。よし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 。教え場ある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 。やりました。戻し。あ、これは50は50なんだ。なるほどね。あ、戻して50。はいはい。あれ、あ、もうない。なんだよ、3枚目。いやいや、伊藤慎さん、伊藤慎さんは3枚目なんかじゃない、2枚目だよ。3枚目イケメンだもん。投資のこと言ってんです、俺は。ああ、投資のことか。ごめんごめん、フェイスのこと言ってると思った。いや、やっぱ主役の座は譲らないってか、伊藤さん。主役は伊藤慎ってか。今のところ今のところ主役は伊藤慎だよ。ただのかませんねんすよ、こんなの。いやいやいや、何言ってんの。人間だよ、人間、人間。
どういう意味ですか。カマセイヌだよ。いやいや、犬じゃないって話よ。伊藤新さんは人間。カマセイヌって犬の方あのピックアップする人俺初めてなんですけど。人間だってば。おお、1000枚超えました。プラス5000枚がね目標ですから、僕らの頑張っていきましょうよ。ラスト終わった。お、エヴァだね。はい、それデフォルト。 AT 終了画面のこれはデフォなんだ、はい、なるほどなるほど、なるほど。奇数しさっていうのがないんだ。ああ、そうなんですね。うん、高設定しさか偶数しさっていう。確かにその通りだ。奇数しさ出るとちょっとね、強ざめじゃないけど、あれ設定が12356だからかな。ああ、それありますよね。そうかもしれない。奇数しさは出したくないんで、うん、奥さんのそれってその赤い稲妻みたいなのが出てる間に入れればってことなんですね。ボーナスを引けばこれが AT 格上げというか、まあ、なかなか難しいですよね。うん、ダメか、650とか引っかかんないかな。さあ終わりました。約2400枚。ギドラ出てくるかも。来い。うわ、これでマジか。じゃあ戻し頑張ります。いやこれ850抜けたらきついな。850抜けたらいつになる。もうそしたら1300ぐらいまで、どこで当たるかも分かんないんで、一応ここまでが次のゾーン来るところが、うん、まで当たってくれてればまあ悪くないっていう感じなんですよ。でも本当に自分で選んだっていうのはもう言葉が重くのしかかりますよ、正直。この状況でチェニカタを選べるそのメンタルっていうかさ。ねえ、うん、いや、なんとなく俺の中では気使ってこれにしたんですよ。あ、それもあったの。使ってない、全然使ってない。いや、確かにガランとしてるので、ね、うん、あ、50番じゃんさ。じゃ、ゼニガタ、俺ゼニガタ、俺ゼニガタ。いや、あれは、それは嘘、気使った、ね、100% 嘘。いや、正直、ゴジエバになんか挙動がいいなって思ってないから。いや、思わないよ。どうせ下打つんだったら、まあ、どっちでもいいかなぐらいだったんですけど。あの人、ゼニガタのカバネリ大好きだった。好きあらばみたいなとこあるんで。ああ、好きだったのね。好きだったっていうか、まあ、プライベートで結構俺は打ってる。あ、結構ね、設定積もって、はい、いい結果も出してるんですよね。そうなんだ。うん、ただ設定全然わかんない。ゼニガタの今まで最高獲得枚数何枚ですか。7000枚ぐらいですかね。じゃあ今日それをやれば。まあそうですね、なんとか。なかなか。何これ、宇宙変異ってなったよ。あ、お、この13枚ベル引いたらボーナス挑戦でラッシュ確定。おお、あ、そういうことか。そういうことなんだ。熱いね。え、でもこのベルはさ、あのチャンスになってくんなかったな。何でどう抽選されてるかよくわからねえ。お、当たりました。マジかよ。え、ドラシカくて。これに勝てば、さっき。あ、勝てばか。うん、まだまだですよ。なんだ、すげえな。勝利で50ドラシカ確定。役なのか違うのは演出見てるだけってこと。これはもう投落決まってんじゃん。そうですよね、多分ね。めっちゃ強そうだね。あの初号機を愛しいんだと思えばね。はあ、はあ、主役でしょ。いけ。あー、よかったね。すごい。
こういう風に当たっていくんで、あの 3台でループで来るね、来るね、すごい。でもだいぶ減らしてたんで、1000枚以上だったのが500枚になって当たりましたね。おお、13枚ベルが強いんだ。めったに確かに出ないもんな。停止系はどんな形でしょう。あ、いや、ベル斜めのベルです。あの払い出しがたくさんあるやつ。赤7だ。おお、やっぱいいじゃん。いいのかもしれないですよね、やっとちょっとわさび兄や本気になってきた。いいのかもしれないって、ちょっとポジティブな、まあ、さっきまで全く信用してなかったから、いや、やる店なんだって本当に。うん、いやでも普通に急になんか分かんないけど、まあでも人気なんすもんね、この台ね、じゃあありえますよね。ありえる、ありえる。ただやっぱ図形はないよ。いや、分かんないよ。いや、人気ですよ。いや、そうなんだ。4分の2で埋まってますから。なんであの人図形を命番に選んだんだろう。いや、もうマイク来てもらっていいですか、俺。もう890超えたんで。誰にも譲らねえぐらいの勢いで。すげえハマってるんだけど。もう1300ぐらいまで行くんだよ、これ。やば。でも5000枚が遠のいちゃうんで、頑張ってくださいよ。本当っすよ。はい。一回ぐらい100スタートしてみたい。おお。あ、わさびさん、全部50スタートなんだ。全部50。ああ。おお、ゴジラ。超チャンス目から発展。頼むよ。さあ、50を。ダメだね。やっぱり50だ。とりあえず戻るか、入れた分は。うわ、マジ？マジ。いくら持ってきたんでしたっけ、今日。10万。10万円。いっぱい持ってるじゃないですか。10万円だそうです。アスカ。あれ、アスカって初めて見ましたね。ちょっといいんですよ。ボーナス終了画面が人物で、AT 終了画面がロボットみたいな。設定した今日いただきました。本当です。マジで。マジで。ボーナス終了画面。いや、だから。はい、いや、本当だわ。いただきました。マジある。マジある。今日です、これは。銭形まであれ。いや、1個懸念材料があるとするならば、俺、スイカからチャンスを1回も行ってないんですよ。あー。だから、こう。だから、こんなにチャンスだって。で、こう。1個飛ばし。で、飛びして、飛びし。飛びしの可能性あるから。何これ。チャンス。ラスト1ゲーム。若い。気持ちいい。ダメか。これ駆け抜けたらなんかねえのかな。なかったっす。ないんだ。ほんとっすね。デフォルト。しょぼ。もう AT1 からの伸びる伸びならもう必須ね。まあそうっすよね、どう見てもそう感じる展開、ゲーム展開ですね、これ。でもこの手の台って僕全く打たないんですけど、最初に初めて打った時か2回目打った時ぐらいにいいこと起きないと、もう全くビジョン見えなくないですか。そうなんですよね。いい思い一度しないと、まあ、それだけで好き嫌いになっちゃうみたいなさ、そういうとこあるでしょ、こういうの。文句じゃないですよ。お、いや、銭形式、はい、それ何なの、銭形式。だから、あの、このガッツを貯めていく、まあ、ゲーム数を進めるためのポイント獲得ゾーンです。なんだ。あ、そういうことか。はい。まあまあ10万円持ってきたんでしょ。普段は5万しか持ってこないところを今日は。だからパチンコとかだったらそういう可能性あるのかなと思って、あんまりよく分かってないから。本気ってことだよね、伊藤新さんの。本気だよね。いや、本気は本気ですよ、地域貢献のために。でもそれ足りるかな。え、地域貢献足したら担当になった時に足りないんじゃないかな、伊藤新さん。そうだ、そこはだって別に俺なわけじゃないじゃないですか。一番負けた人がとかじゃない。もしなった時に、なった時ね。なったらもう銀行行きます。カードで払えばいいんだ。カードある？カード使えんのかな。いや、わかんない。どういう店かわかんないもんだよ。え、持ってないでしょ。あるよ。なんだと思ってんの。そういうのに頼らない人が持たない主義とかそういうじゃないですか。いや、主義ではないですね。持てなかった時期はありますけど。あるんだ。すげえだ。つまりもうこれまかり間違ってあれ出始めたら俺ら3、4時間待たされてくる。ああ、そうだそうだ。まあ多少待つことにはなります。もうやめてよ、もう。いやいや、別にだって
これしかないじゃないか選択肢、この4台並びでってなったらこれしかないじゃないか選択肢って今言った。チャンス来た。お、何それ。1250の、あーもうこれ当たりました。あーもう当たった。最新部まで行かずに済みました。割ったね。あーすごい。トラ柄、何が出るの。トラ柄が出たっすね。だって当たんだからそれは出てもそう。あ、おられてますよ。当たんだからそら出んだろう。いや、いいじゃないよ。チャンスね。3万7000円です。1292月。まあ、高設定でも別に行ったりするんでね。でも上は7万。これで伸びるかどうかなんだ、問題は。いや、駆け抜けはやめてほしい。問題もこのデカチャンスのこのアイコンが今日全然良くない。まあ乗らないよりはマシ。お、これはちょっと熱い。強チェ、あージャックか。いやー何も起きねえ。うわー終わってしまう。あ、最後この70ゲームのとこで引っかかってるんな。よかった、ギリギリ弱者で乗せた10ゲームの分で行ってくれました。ただまあ黄色だからな。 いやそんなに熱くはない。こっから引ければおっぱじまるかもしれないっていう感じですね。何が引ければですか。デカ目引くのが一番いいんですけど、まあこれ今五右衛門のやつなんでベルが引けたらあのとりあえず上乗せはもらえます。ああそっか、これか弱い。ああ、ダメてんだよ。ああダメだ。ああダメ。215枚。どうかこのものに幸あれ。ダメだなこれ。結局僕と伊藤さんだけ負けで。あ、か。そうですね。いやきつい。いやー。頼むって。おーよーし。いやよかった。あーよかった。よしまった。よし。デカチャンス。よし、しまった。渾身のガッツポーズ出ました。頼れてますか。あ、中断チェリーだった。本当に中断チェリーでした。マジ16342回目。おー、でかい。おー、でかいじゃん。いやー、うわー、ああ、え、やった。うわー、そんなパターンもあった。やっと AT。 えー、いいなー。やっとだって。やっと AT です。主催者が言ったから。主催者じゃない。主催者が言ったから。なんで我感想だったの。俺は知らねえみたいな。主催者じゃないよ。